パラマバンドです。このバンドで私とというか卒業なわけなんですけど、なんかあります？わし何も考えてないから、ちょっと 先やって。わし何も考えてないから先やって。はい、卒業します。無事。まず最初に言いたいのが、ちょっといるかわかんないんですけど、社員ので私が授業でお世話になった後輩みんなにすごいお礼を言いたいのと、あとね、法学部で一緒の授業でね、ジュリーとかアリサとか本当にね、うん、アピールいいよ、そういうの。みおりとか違うよ、まあ、なんかそういうのもあって、すごいテストで本当今年1年は助けていただいたので、そこまず感謝が言いたいです。で、まあ、すごい時間もあれなんでざっくり聞きたいんですけど、後輩は本当にみんな見にね、いっぱい行きましたね。本当もう仲良くしてくれたのすごい嬉しいし、私すごい後輩にみんな多分分かると思うんだけど、あんまりね敬語がないし、ルーちゃんだしなんかそういう感じですごい友達みたいに接してくれたのが本当に嬉しかったので、ありがとうございました。まあ、またどっかで飲みに行きましょう。で、同期はそうね、なんかうちの代は音楽と飲み会が好きっていうイメージがすごい強くてなんか考えたんだ一応なんかすごい飲み会は絶対同期は誰と飲んでも楽しかったし、このメンツとこのメンツみたいなそういうのがなくって本当に楽しかったです。で、音楽に関してはもう外番やってる人たちも結構いるけど、本当に音楽が好きで、で、ドラム、まあ、ドラムメンバーが特にそうかもしれないけど、ギターもベースもボーカルもみんな意識が強くて、すごいライブ見てて楽しかったし、そんなね、同期と一緒にいられてね、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。いや、そんなことない。いいのだ、いいのだ、あ、どうも、無事卒業となります、私です。そうだな、なんか何も話すこと考えてなくて、なんか、まあ、考えてみればこれが最後のね、人前に立ってこうやって歌う機会なんだなって思うと、なんかあーって感じですね。なんかよりにもよってそれで一番苦手な洋楽ですかって感じだけどまあなんかね、っていうのもなんかなんて言うんだろう、結構私音楽のジャンル、まあね、仲良くしてくれてる子は分かると思うけど、結構偏りあって、なんかまあアニソン系とか、まあ、ちょっとなんかねハードなやつとか偏りがあって、結構なんか回収できないだろうなって思ってたのが全部ほぼ全部回収できて、本当残りパラモアってなって、あ、でもパラモアだけ回収できてるからパラモアってなったんだけど、すごいしんどくて今ここにちょっと、まあまあそれは置いといてね、なんかこんなわがままバンドに付き合ってくれた皆様には本当感謝です、ね、特にドゥーダはバイト先もね一緒だし、なんかもうとんでもなくお世話になってて、そう、うん、休憩かぶった時にウェイウェイって言って、なんかバイト先でもやってて、このノリでやってて、すごいなんか大事なかけがえのないお友達です。いや、もうリサとねセヤマはね、うん、何回もなんかリサはね思ったより回数がめちゃめちゃあったわけじゃないんだけど、すごく思い入れがあって、ぜひ卒業はリサでと思って、キャパも厳しいなんか組んでくれてありがとう。セヤマはねもう言うことないね、何回も組んでくれて、まあ、ただ本人も言ってたけど、バラモアがこれまで組んだ中で一番俺っぽくないって言ってて、まあやる感じでまあって感じだけど、まあ一緒にやることに意味があるからって思って誘ったら乗っかってくれたからよかったと思います。まあそんなもんですかね。で、私自身話すことはまあないんですけど、まあ、高校生の時からなんかなんとなくボーカルを高校3年間と大学4年間と、まあ、やってこれたっていうのは、まあ周りの人々の、まあ、特にね大学4年間なんて高校の時と違って、もうすごいバンドいっぱいこう組み替えるじゃないですか。その時にもう絶対生き残れない、こんなん途中で絶対脱落するわって思ったけど、それでなんか最後までいられたっていうのは、もう仲良くしてくれる友達とかバンド組もうって言ってくれる、まあ物好き、あ、うん、ちょっとでも物好きなね方々がねいてくれたがおかげだなってすごい思うので、これまでの7年間ですね、歌えたことをすごく幸せだなって思ってます。うん、かな。まあ私からは以上です。4月じゃない、3月の24日から私は某お洋服屋さんに立つことになるので、気になる方は聞いてみてください以上です